リココ姫がこんな手紙を書いてたの。見て、セラ女王。え、何？あ、セラ女王、なんか今日私服だね。今日休みなのよ。なんかよ、これ見て。ん？何これ？サンタさんへ、もっと可愛いお手紙をください。リココ姫より、私に任せて。よし、この部屋を可愛く変身させちゃいましょう。えい、えい。もう一回お引っ越し。セラ女王、これでいい？超かわいい。私がこの部屋がいいの。見て、セラ女王、まあ素敵、完璧。じゃあ私は帰るわ。じゃあ、リココ姫呼んでくる。リココ姫に見せたいものがあるの。ちょっと目こうやってやって。せーの。すごいでしょ。今日からここがリココ姫の部屋よ。ほんと？かかった、ありがとう。期待しまった。中入っていい？どうぞ。ここがリココ城です。かわいい。力でも入れるし、力でも、力でも、力でも入ります。すごい。すごいよ。これがユニコーンのライト。これからも始まるのよ。リココ姫来て。かわいい。ここね、ピアノなんだ。それで、指挟む。すごい。でね、串が1、2、3個、3種類入ってるんだよ。あー、すごいね。今日の気分は？これだ。ハロー。マイルになったから来てね。口紅、これも気分に合った色、赤と紫。今日の気分は紫。やってみなさいよ。マニキュア、青、黄色、ピンク。今日の気分は青。青、はい。OK。 じゃーん、丸丸。もうちょっと、なんか、どうかしら。うん、かわいい。よかったわ。あ、そういえばドレスもあるわよ。本当？ドレスもありがとう。じゃあ行きます。じゃあ引っ越しのお祝いに引っ越しそば食べますか？食べます。じゃあ持ってくるわ。どうぞ、引っ越しそば。ありがとう。で、これそば。そばってこのようかわいく着色料をつけたのよ。リコヒコ姫が好きな紫とオレンジとピンクと白。美味しそうでしょ。お願いします。